愛の甘い名残にあなたはまどろむ天使のような微笑みに時は立ち止まる窓に朝の光が優しく揺れ動きあなたの髪をためらいがきに染めてゆく美しい人生よ限りない喜びよこの胸のときめきをあなたにこの世に大切なのは愛し合うことだけどあなたは教えてくれる愛は風のささやきあなたは目覚める子供のような瞳を向けて指を絡めるよそっと肌を寄せれば水仙の花のような優しい香りが恥じらうように揺れている美しい人生は言葉さえ置き忘れ満ち足りた二人を包むよ。この世に大切なのは愛し合うことだけど、あなたは教えてくれる。美しい人生よ。限りない喜びよ。この胸のときめきをあなたに。二人に死が訪れて、星になる死が来ても、あなたと離れはしない。はい、こんばんは。今夜はね、松崎ひろさんのね、愛のメモリーを歌いました。2021年3月の12日、金曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環として、こんな風に動画をアップしてます。はい、こんばんは。どうもね、今日も0時回っちゃいましたがね、なんとか帰ってこれましたね。どうもこんばんは。どうも、あきこさん久しぶり。ヤマさんどうもね、マッツーさんどうもね、ゲットさんどうもね、ヘイさんどうもね、黒毒さんどうもね、あきこさんよかった、生きてた。どうもありがとうね。久しぶりね。パワーさんもどうもね。ああいうか久しぶりね。3号さんどうもね。電話じゃありませんよ。普通の頭で。そうだ。で、最初につくけどね。あ、そうだ。よくあけ土曜日仕事になりましたんで、今週ね。今週ちょっとね、仕事終わんなかったからさ。土曜日仕事。当然、キャンプ行けないね。先週は月川荘行ったんだけどね。ケチ山行けなくね。でも、今週もね、休みだったらね、月川荘行こうと思ったんだけどね。今週無理だ。土曜日仕事になったからさ。でもよかった、ほんとね。でもよかった。首都圏はね、雨天候悪いんだ、土曜日はね。もう、日ごと帰りがさ、雨降ってきたしね。明日ほんとそうよ。夜、昼間ずっと雨みたいだからね、予報ではね。よかったよかった。まあ仕事だから僕はね、しょうがない。休みだったらね、また月川荘行こうかなと思ったけどね、しょうがないね。どうも、わかった。ありがとうね。こういうの早いだの。よかった。わかった。まあね、なんというか、ね、土曜日は仕事だからね。いつも通りにこんな生存確認よ。先週はスキカースを言ったけどね、行けなかったね。まあしょうがないね。でも、とても嬉しいよね。天気が悪いからさ。ね、よかった。天気のいい日に仕事が辛いもんな。じゃあ、さて、今夜まだ早くじゃね、もう4日かけて仕事なんでね。じゃあ今日の仕事なんで、じゃあ今日のお夜食はね、これ試しに買ってみた。100円弱のもつ煮込みだ。湯煎するやつ。これ買って、これ湯煎してね、食べようかな、今日。一匹ってとこの、もつ煮込みか。湯煎で、5、6分か。ね。これと、今日細谷の餃子。生じゃないやつね。これ焼こうと思う、今日餃子。今日ね、これ餃子焼いて、これ湯煎して温めてくる。ね、これ、今日はこれとこれね。歌がいらないと来なくていいよ。歌がいらないと来なくていいからね。はい、どうもね。
枚蒸し焼きしてます。どうもこんにちは。どうもね。あ、たっちゃんどうもね。おばさんどうもね。へいだ。餃子とね、湯煎のもつ煮込みね、今日は。あと、今来た人のためにね。あ、夜が明けて、今週はね、土曜日仕事だからね。土曜日仕事ですんで。ね。明日もいつも通り、生徒学院ね、夜の。ありがとうね。お互い様でも、その気持ちわかる人、お互い知らない。でもね、お互い様の気持ちがわかる人は、いいよ、それはね。うん。どうもありがとうね。うん。黒猫さん、ありがとうね。挨拶いらねえ人もどうもね。うん。どうもね、ありがとうさん。うん。いつものように、さりげなくやってます。小人さんの動画ね、今日帰ってきて、ちょうど見たらさ、寂しかったね、あれ。またコメントしようとしなくなっちゃったみたい。寂しいね、コメントがないとね。なんでコメントつけないとやんないんだろうな、あれ。つまんないね、コメントね。今夜はね、これハイボール行こうかな。こちら行くハイボール。いつもの おなじみかな。はい、どうも。山さん、頑張っていきようね。うん。まず餃子。じゃ細谷ミートの焼き餃子ね。こんな感じで、まず焼き餃子。まず焼き餃子ね、こんな感じです。焼き餃子。じゃあ、もつ煮込み。じゃあ、もつ煮込み。これね、熱い湯煎するだけの。今日のお夜食はこんな感じで、どうも。焼き餃子ともつ煮込みね。今日。今度は、初めて買ってみた。
100円近かった、200、100円ちょ、ちょっとね、100円台だった。餃子もこれ1パック100台、まあ200円弱の、ね、100。こんなちょうど。いいね。本当、辛そうな匂い。じゃあ、これでいただきます。100円もしないからね、こんなもんだね、ちょうどね。でも、ローソンストアは100円と比べて、やっぱり量はあるね、多少ね。ローソンストアは100円の、さすが100円だもんなるな。はい、いただきます。まあ、次から。遅いね、あの人さ、真面目だから、遅め、ね、夜更かししないからね。もう仕事から帰宅したので。いただきます、餃子。細谷ミートのやつね。今日生じゃないやつね。細谷のだからね。これ十分うまい。何も好きなんですけど。あ、これ作ってうまそう。で、ハイボール。で、ハイボール。で、そのやつ、まあ、見ると、これ198円だって、これも。どうも。ポミカさん、どうもね。頑張ってるから、もう皆さんね、どうせ死ぬんだから、そいつからさ。みんないつか死ぬんだからね、生きてる間生きていこうね。それだけの話、どうせ死ぬんだから。これ大事よ。どうせ死ぬんだから。この気持ちがあれば、生きていけると思うよ。じゃあ乾杯。どうせ死ぬんだから、この気持ち大事。じゃあ乾杯。多分、いろいろ、温めたりしてるからね、向こう行ってるからね。あ、今来たのかな？最初行ったけど、新年さんどうもね、土曜日仕事なんでね、土曜日仕事になりましたんで、行かないよ、今回はね。ほんと、月カワス来た方が大激しすぎて。でも天候、首都圏はね、天気悪いから土曜日。よかった、ちょうどよかった。雨の中で、テント設営多分大変だもんね。垂れなくても、ないやん。あった、そうするよ。ありがとうね。このもつ煮込みにつけてもうめえじゃん。つけなくてもおいしいし。パンと一緒、小麦粉系だからさ、ね。研究してないよ。有名人の自殺者って言うと好きでね、僕ね、幼い頃からさ、幼い頃から、沖雅也さんとかさ、ね、よく、ワイドショーよく見てたからさ、ね、ああいうの好きなんだ、僕。有名人の 自殺者。沖雅也さん、僕の記憶で一番早い最初かもしんないね、あれ。新宿の高層ビルからね、飛び降りたんだよね、あの人ね。一番印象深かったね、あれ。太陽に吠えるなんか出てた人ね。まあ、返した気しないだろうな、太陽に吠えるって言ってもな。そうよ。まあじゃないか、長さん。
煮込みのタレにつけてもうまいよね。あった今日は、だって、町田の部屋に着いたのは、だって、何回やで。9時半から10時ちょっと前だもんな。それで洗濯もしてこれてたからさ。10時ちょっと前に町田の部屋が着いたんだけどさ、その後作業服洗ったり、次の仕事の作業服また、ね、用意したりで。何回で、1時間ちょっと経ちだからね、いつもそうよ、いつも仕事から帰ったら。作業服、その日のあの洗濯機に放り込んで回してる間に、次の日の準備したりするんだから。まあ、風呂入ったりするしね、そうやって。そういう人は1時間ぐらい経って、それでこっち来るからさ。なあ、それなんだよね。やっぱそう、休みの時もそうだよ。次の日、土日とか日曜で休みでもさ。また休み明けの仕事の用意しとくから。それやってからだから。そうだ。それやってからアウトドア行くんだからね、僕はね。もう工場仕事だから汗だらけだからさ、ほんとね、毎日洗濯してますよ。飲んじゃうよ。全部含めてもお互い様よ。読めるよ。読んでるよ、別にちゃんとコメント全部読んでますからね。どうもねって感じで。わざわざ。この子もいいね。土曜日のいいところはさ、電車通じるの嬉しいね、こっちから、野球台から通う場合はさ、やっぱすごい、やっぱ当たり前かもしれないけどさ、土曜、土日は電車通じてるもんね。電車通じてるのがいいよね。あと、電車のダイヤもね、平日はね、結構ね、押し上げ行きが多いんだ、結構。で、土日とか祝日になるとね、上の方面行きがあるから結構乗り換えも面倒なくていいわ。街は上の方面だからさ。平日の場合はさ、結構押し上げ行っちゃうからさ。高さがアウトで乗り換えんだけどね。その辺も土日はいいよね。朝仕事は、細いミートのやつね。もつ煮込みのタレつけて。もお互い様よ。ね。嫌う人もいるから嫌わない人もいる。それでいいんですよ。みんないていいんだよ、みんな。ね。プラスもあって、マイナスもあって、みんなそうだからね。嫌なこと言う人もいれば、言わない人もいる。それでいいの。いろんなもんがあって、もちろんその中間のこともいろいろあっていいんだよ、みんな。だから日本人間の文化って楽しいんだよ。いろいろあるから。全部同じだとつまんないもんね。いろんなもんがあるから楽しいんだからね。アンチもいれば、それ以外、それそうじゃないのもいる。ね。それでいいんですよ。それを受け入れられない人はね、ね、コメントできないようにするんだろうね。誰かさん、誰とは言わないけどさ。まあ、いや、さっき言ったけどさ。ね、やだね、ほんとね。ああいうコメント耐えられない人はああいうことやっちゃいけないよな、ほんと。もつ煮込み。今日はね、湯煎する、これを買ったやつ食べてみたらね、150、60円で売ってたんで、これを湯煎して、そういうやつ。
笑ってるわけないじゃん、最初から言ってんじゃん。生存確認の一環。仕事になったら続かないから、こういうのって結局。で、ほんと、できない、やってないと続かないよ。ね。だってもう一本飲もうが、今日は短いからね。もう一本持ってくるんで、今日はね。3号缶なんでね。今日はね、同じ見たからのやつね。紹介するまでもない。いつものハイボール。日本へ持ってこうか。定番、かつゆかさんの定番だよな、ほんとな。宴じゃない、いつも通りよ。今日その終電じゃないから、ね。終電だって今頃から始まるんだよね、終電だって。終電のね、2、3分前だったんだ、この時間で、こんな感じね。終電で帰ると今頃から配信、定番確認なんだよ。今日終電じゃないんでね。終電だったらもうこの家着くの1に回っちゃうからね。うん。兄弟の駅着くの0時50分ぐらいだとね、そうなっちゃうね。もうこれでおしまい。じゃあ乾杯。手頃でいいね。つまんないと来なくていいからね。どうもね。面白く、前から言ってるように、面白くする気はないからさ、別に。ただの生存確認の一環なんでね。面白く飲みたい人は最初からエンターテイメントとか言ってる人のところに行ってくださいね。面白いわけねえよな。面白くする気は、さらさらありませんから。生存確認の一環でやってるだけなんで。いいよ、思っていいからね。思うのは自由よ。お互い様ですもん。思うのは自由です。どうもありがとうね。ラーメン屋さんとかのさ、餃子でもさ、直されはあるの。ああいうとこって本格的なラーメン屋の餃子ってさ、ちゃんと焼いてさ、パリッとしてさ、何もつけなくて、つけてもね、お酢程度とか。そうよ。何もつけないで。王将の餃子とかさ、あれ本格的なんでさ、王将の餃子なんかちゃんとしたあんも美味しいからさ、あれ、何もつけなくて美味しいんだ、あれ。ありがとうね、宮崎さんね。まあ、もう、生きてるからそういうか、生存確認されたいんですか？意味と、そうよ、されて、自分もしたっていう、自分自身もそうよ。自分自身の生存確認もある。自分も見るからさ、そう。自分の生存確認も自分自身で生存確認。誰もいない、見ない人がいなくてもね、僕が見るから。僕が生存確認してるっていう、そういう意味もあるからね。そう。それが大事。全くいなくてもね、生存確認のライブ配信はさ、やるってことで僕に意味が、それに意味があるんですよね。僕自身がそうよ。僕自身がいるから、自分自身で確認、生存確認したいからさ。だから続くんですよね。和彦さんも、まあでも48も生きてくれてもんな。48まで。細谷ミート。最後は何もつけないで。
思い出の好きに思っていいからね、適当にいい感じ流しますんで、いい感じね、好きなこと書いていいよ、僕は大丈夫よ。で、ハイボール。ネットを楽しみはこの気持ちがないとね、コメントにわざわざしょうがないよ、好きなこと書いていいからね。これがインターネットなんですよ、ほんと。それを耐えきれない人はさ、ネットやっちゃいけないからさ。だと思って、そうね、切れるのもそうよ、そう、切れるのもあるが人間だからね、全部含めて人間なんですよ、いろんな面があるから、でも実際そういう人間っていろんな面あるんですよ、本当、一面と君じゃ、タネとさんも大変だよね、本当ね、流してるよ、そうよ。V といえばさ、V6 がもうなくなったみたいな、ね。V6 ね。携帯のニュースでした、V6 ね。なくなるみたいよね、あれね。V6 は知ってるけど、わかんない僕の。パッとしなかったからさ。全然名前出てこねえよ。ジャニーズの団体ってことはわかるけどさ。全然出てこねえ。V6 って誰か。全くわかんねえ。嵐とか大野くんとかわかるけどね、V6 って全然出てこないな。わかる人やっぱりそういうファンなんだろうな。V6 さんわかるよ、あれね。バレーボール絡みでついたんだもんな、あれ、確かに V6 ね。まあ、あるんだってくさ、全然名前出てこないもん、パッとしなかったから。嵐だったらさ、大野、今活動停止中の嵐はさ、大野くんとか二宮くんって名前を書くとさ、V6 全然わかんねえ、誰いんだ。V6 っていう団体があって、のは知ってっけどさ、ジャニーズで。でも、名前全然わかんない。V6 さん、知らない人もいるんだ、V6。V6 ね。だからなくなるんだろうな、結局ね。全然わかんない、V6。どんなタレントさんがいるのか。タロチンはね、あれね。トシちゃんとかのやつよ。タロチンはそうよ。アロが一人だからね、どうもね。忘れんだよ、みんなね、ほんと V6 ね。その程度のタレントさんなんだよ、みんな。パッとしないんだよね、V6。ねえ。そう思うとさ、スマップとか嵐はすごいよね。ある程度僕みたいな名前分かってもんね。桜井くんとか大野くんとかさ、二宮くんとかさ。V6 で誰も出てこないもん、名前。誰いいんだろうって。だからもう 消滅するんだろうね、そういうグループはね。ジャニーズ事務所のタレントさんで V6 っていうグループは知ってるけどね、全然個人名出てこないもん、本当わかんない。あれ、大野くんかわいいよね、嵐の大野くんはね。かわいい顔してんだ、大野くん。一番かわいいと思う、やっぱ、あれリーダー的だからね、あれ、大野くんね。
僕の予想ではね、嵐の大野くんが一番ね、同性に愛されると思うんだ。僕の予想よ。もう同性愛じゃないかな。なんとも言えないが、僕の予想ではそうよ。多分ね、嵐の中じゃ大野くんが一番、同性に愛されてると思います。いつも通り、こそるよ。いや、もう女の子です。若い子がいいです。若い子。広瀬アリスちゃんみたいな可愛い子がいいな。広瀬アリスちゃん、あの子がいいな。いや、バイじゃない。僕、女の子がいいよ。若い子がいい。若い子。若い女の子。男はどうしようもない。やだやだよ。若い子がいいよ。すずちゃんもいいな。どっちでもいいです。とにかく若い女の子。年取ったらもう女はおしまいだ。おしまいだからね。ここだけの話。ここだけの話。女性は年取ったらおしまいだからさ。ほんとここだけの話ね。女性は年取ったらおしまいだからさ。すずが オリンピック無理無理で なんかしてるね。おしまいじゃないんですね、どうもね。これ、どうもねで流せないとダメよ、これ、どのコメントも。やだ、ババアは。若い子がいい、若い女の子。若い子がいいよね。みんなそうだよ、ほんと。石田純一とかみんな、あんな年下の子と結婚してるし、みんなそう。みんな若くいいんだよ、本当に。ねえ、若い子。やだ、若い子がいい、若い子。こんな僕でもね、ソープランド行けばね、可愛い子がサーブしてくれるんだもん。だからソープランドは最高なんだよ。こんな僕でもさ。ソープランドに行けばさ、可愛い子がサービスしてくれるんだよ。元気中絶対ありえないもんな。だから宝くじ当たったらソープランドに行く。これ。おばさんは A だよ、おばさんは。若い子よ。ヤングアダルト的な子がいいの、いわゆるヤングアダルトな女の子がいいです。まあ、僕の好きなタイプはね。いわゆるヤングアダルトな女の子がいいな。ヤングアダルトね、いいよね、そういう、いいよね。ヤングアダルトってこの言い方いいよね。ヤングアダルト。ね。ゾクッとしちゃう。いいよね。ヤングアダルトな女の子たまんないね。ヤングアダルト。そんな今日はこの辺でもう2時になっちゃうんで、じゃあこの辺でおやすみなさいね。また明日ね。またあげ、あ、土曜日仕事だからさね。いつも通りね。じゃあまたね。じゃあこの辺でおやすみなさい。60代の人はそういないよ、ソープランドにはね。じゃあまた、じゃあ最後に言ったらこの歌で。若い子好きの女の子は、若い女の子大好きな和彦さんはこんな歌を歌います。愛のメモリー、今夜の最後も愛のメモリーで締めたいと思います。この歌名曲だね。愛の甘い名残に、あなたはまどろむ天使のような、その微笑みに、時は立ち止まる。窓に朝の光が優しく揺れ動
少しあなたの髪をためらいがちに染めてゆく。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。この世に大切なのは愛し合うことだけとあなたは教えてくれる。愛は風のささやき、あなたは目覚める。子供のような瞳を向けて指を絡めるよ。そっと肌を寄せれば、水仙の花のような優しい香りが恥じらうように揺れている。美しい人生は言葉さえ置き忘れ、満ち足りた二人を包むよ。この世に大切なのは愛し合うことだけとあなたは教えてくれる。美しい人生よ、限りない喜びよ、この胸のときめきをあなたに。二人に死が訪れて、星になる日が来てもあなたと離れはしない。はい。ではまたおやすみなさいね。また明日ね。一回はそのうちね、なってもそのうち治るから大丈夫よ。どうもね。また明日。じゃあ、ごめんなさい。